こんばんは、元男の子の青木かのんと蛍です。私のこと本当に愛してくれてるんですか？いや、ずっと一緒にいて楽しい。でもさ、うちらって珍しくない？大学時代の友達かつ、私がまだ性別変える前の男子時代だった頃の男同士の友達だったじゃん。ああ、まあ確かにね。でもその頃から知ってるってことはさ、本当に私のことなんか好きでいてくれてんだなみたいな。でもさ、本当の私って知らないでしょ、まだ。本当の私？そう、本当の私ですよ。私の男子時代の頃ってさ、大学の頃しか見てないじゃん。うん、そうだね。え、あの時どうだった？まあ、ちょっと中性的な印象で、大丈夫かな、こいつ、みたいな。なんか揺らしたらこう崩れそうだった。細いし、中性的だしさ。なるほど。それしか知らないっていう感じですよね。まあ、そうだね。それしか知らないね。ってことは、うたるくんと出会う前の男時代のカノンくんを見ても、この愛は揺るがないってことですね。揺るぎません。言ったな。さあ、始まりました。青木カノンの過去を振り返ろう。ということで、うたるくんにはですね、はい、私の一番ゴリゴリ男子時代をお見せしますので、本当に私のこと愛してくれてるんだったらそのゴリゴリ時代の写真たちを見てもノーリアクションでいけますよね。ノーリアクション、普通に見て、あ、こんな時もあったんだじゃダメなの？うん、ダメよ。もう本当に動じないっていう、あの強さを見せてほしい、わたるくんの。やってみましょう、気合入れるわ。したら今からさ、 iPhone で私わたるくんに見せようと思ったけど、うん、iPhone だと画面ちっちゃくない？なんで笑う？確かにちっちゃい。こんなちっちゃい画面で、あの写真を見るのは、すごい見にくい。だから、この iPad の大画面で見ようよ。ああ、だからこうやって設置していただいてるのね。そう。でもさ、うん、この iPhone からこっちの大画面の iPad で写真を見るってなるとさ、データの転送が必要じゃん、うん、だから、ソフトを使ってデータを転送しようかなと思う。AnyTrans っていうのは、うん、iPhone や iPad、そして iPod などの iOS デバイス向けのデータ管理において、利便性の高いソフトなんだ。今からその写真たちをデータ移行したいから、うん、ちょっと目閉じてて。では、私は今から、エニートランス使ってデータ移行していきます。データの元の iPhone SE をケーブルにつなぎ、MacBook。そして、MacBook からケーブルがまた伸びてて、iPad につながっています。こんな感じに送りたい写真たちを選択して、で、デバイスへポンって押すと、もう、おー、早い！早いな。ワンタッチでこれは便利だね。きたー！今からですね。はい。11枚。笑ってんじゃん。自分で見て笑っちゃった。やばすぎる。ちゃんと答えるね。では目を開けてください。どうぞ。めちゃくちゃ強そうじゃん。握力いくつ噛んでくる ?73。愛してる？いや、愛してる。いや、もう次笑わない。絶対ね。あ、お願いしますよ。じゃあ行くよ。目閉じて。じゃあ、開けてください。どうぞ。愛してる？うん、愛してます。はい、開けてください。一番左。これだよ、これ。そうだよね。うん。これだね。出会った頃だよね。出会った頃、これだね。すごい、この時から白肌だったんだね。懐かしい。色白で、懐かしい。こういう雰囲気だった。感動ものです。感動ものですね。はい、目開けてください。あー、ほんと懐かしいね。いや、ここで多分、このタイこの時期じゃない？そう、合ってた、合ってた。だよね。多分この時期で、一番、うん。一番遊んでたよね。イケメンだね、ほんと。もう笑わないぞ、俺多分。どうぞ。あれ？ひでえよ。あ！何？ひどい！どう？キスできる？できない。じゃあ、目を開けてください。はい、これ寝て起きて横にあったら、バーってびっくりする。ラストだ、はい。でも本当にこれはリアルで可愛いかもしれない。はい、どうぞ。ほい。どっちかって言ったらたくましいよ。田島よしおってよく言った。人って変わるんだ。うん。なんか思い出振り返って楽しかったね。楽しかった。っていうかさ、その渡るくんとさ、出会った頃の写真、そうだよね。この頃だよね、本当に、うん。なんかめっちゃ懐かしいね、そう思うと。先ほど使用したエニートランスのご説明をさせていただきます。今日は、このノリ合わないね。普通に行こっか。うん、今日データ移行で使用したエニートランスは iPhone、iPad、iPod などの iOS デバイス向けのデータ管理において利便性の高いソフトです。LINE のトーク履歴を PC にバックアップできるだけではなく、PC 内でプレビューもできちゃいます。新しい iPhone や Mac PC の買い替えの時には、バックアップした履歴を簡単にデータ移行できるので、とっても便利です。今回、公開後3日間以内に概要欄のリンクから購入された方限定で、定価6980円、税抜きの 50% オフ、
つまり3490円税抜きでシングルライセンス A 級版を購入できるみたいです。さっきみたいに大切な写真のバックアップをパソコンやクラウドドライブにしたりとか、あとデータを選んで復元を行うなど、すごい、なんだろう、柔軟にデータを移行できますみたいな。なのでぜひですね、概要欄をチェックしてみてください。少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。インスタグラムと LINE 公式アカウントと、あとはキノコ頭のわだるくんのブログもありますので、画面の下からフォローお願いします。キノコ頭です。また次の動画でお会いしましょう。